国鉄9550系蒸気機関車。9550または日本国有鉄道国鉄の前身である鉄道員が1912年大正元年に製造した貨物列車系営用のテンダー式蒸気機関車である。その後、正式機関車として大量生産された9600系2台の線具となる形式である。本校では 9550型を基本に蒸気加熱器を装備した初代9600系、あとの9580系についても記述する。9550型は私鉄の国有化によって巨大化した間接鉄道、鉄道員が目指すべき標準機関車の施策として1912年、明治45年22両。 9550から9561製造番号15から26が川崎造船所で製造されたものである。指揮を取った鉄道院工作課長の島康次郎の方針により、重輪を排した2から8から0イコールコンソリデーション型の車軸配置とされた。本形式の外観的な特徴は直線を基調としたデザインラインである。この頃の機関車は、 全単量と歩み板、歩み板と運転台下部をつなぐラインは、お辻型や S 字型の曲線を使うことが多かったが、本形式ではいずれもが直線的な折れ線となっている。また、ボイラーの過失は重心の上昇を避けるため、強化室型で主題枠の内側に収められたが、必要な飛行士面積を確保するため、前後方向に長くなり、投函を行う。 機関助手の負担が大きくなった、加熱による各部の変形が著しく、外加室と内加室をつなぐ控えの接損が相次いだという。さらに、動輪上重量を大きく取り過ぎたため、最大軸重は14トンを超え、使いにくい機関車となってしまった。そのため、すぐに北海道へと転用されたが、そこでも持て余されて、結局あまり使用されることなく短い障害を得た。 9550または、1912年、明治45年11月14日付で、落成し、東武鉄道管理局に配属され、最初は、常磐線で、後には、東北本線の黒磯白川間の勾配区間で、使用された。しかし、これらの使用成績は前日のようにかんばしいものでは、なく、1919年、大正8年10月に6両、 9550から9555が翌年3月には残りの6両が札幌鉄道管理局に転用された。1923年大正12年1月末時点では全車が下富良野に配置され根室本線で営業列車用に使用されていたが、1927年昭和2年4月末には9600系2台に置き換えられて、 9550から9553は、浜釧路、9554の9557は、輪稚内、9559が上をコッペで9社とされ、残りの3両、9558、9560、9561のみが上をコッペ、なよろ期間区の文庫に配置されて、なよろ本線で使用されていた。 9561は1930年、昭和5年頃に東京鉄道局の田畑に転属し、田畑奏車場の半布押し上げ用への転用が目論まれたが、当時は不況により、機関車に相当の余剰が生じていた時期であり、現場に嫌われてすぐに使用されなくなり、長期間機関庫外に放置されることとなってしまった。1933年、 昭和8年6月末時点では、9550、9551、9553が、ねむろ、9552、9556が、おといねっぷ、9557の9560が、上、おこっぺ、9554、9555は、ワニシ工場でいずれも、廃車前提の第二支給者となっており、 東京鉄道局の9561も含めて全て同年度中に廃車となった。民間に払い下げられたもの、保存されたもの、いずれも存在しない。9580型は9550型を基本にして蒸気加熱器を装備したものである。落成当初は9600系、初代と称し、蒸気加熱器の特許使用計を持っていた。 川崎造船所において1912年に12両9600から9611製造番号27から38が製造された9550型に比べて蒸気加熱管寄せの装備のため煙突はシリンダ中心線より前方に位置することとなりピストン弁の採用のため歩み板は若干高くなった歩み板のデザインは 直線的な9550型に対して、全体張りからシリンダにかけては、お辻型、運転台下部は S 字型の曲線を用いたデザインとなった。しかし、本形式は9550系の欠点をそのまま受け継ぐ形となっており、また、加熱管の配列も製造元であるドイツシュミット社の推奨する配置と異なるものとしたため、加熱式機関車としても不成功であった。 1913年、大正2年6月に、新しい9600型が落成するのに先立ち、本形式は9580型に改称され、9580から9591に改版された。本形式は1913年、大正2年3月1日付で落成し、東部鉄道管理局に配属されたが、東部鉄道管理局時代の使用状況は、 よくわかっていない。1914年、大正3年12月に9580から9585が九州に、翌1915年、大正4年1月には9586から9591が、北海道鉄道管理局に早くも転用された。九州のものは、筑豊本線で使用されたが、このうち9581、 9582が1916年、大正5年4月、残りの4両が同年7月に北海道へ転用され、全車が北海道に揃うこととなった。北海道では当初函館本線で使用されたが、1923年、大正12年1月末時点で9586、9589、9590が根室で休車中。 残りの給料が池田に配置されて、根室本線で営業用に使用されていた。1927年4月末時点では、9580が上をコッペで、名寄本線、9581、9584、9589、9590、9591が、旭川、9585、9587、 ガオトイネプで、宗谷本線で営業用に使用されていたが、9582、9583、9586は、旧車、9588は、札幌で教習用であった。1933年、昭和8年6月末時点では、道内各地に分散配置されており、9584が、おっしゃまんべ。 9585が、おといねっぷ。9586が、いわみざわ。9587が、なよろ。9591が、くしろで。第一種旧車。9580が、はこだて。9581が、ましゅけ。9582が、おといねっぷ。9583が、あっけし。9589が、ないぼ。 9590が新徳で、廃車前提の第二支給車となっており、9588はそのまま教習用であった。これらは予備車として配置されたという説もあるが、置き場所がないので空き線路のある機関庫を探して、配置したというのが実情であったようである。1936年、昭和11年に9580、9581が、 廃車となったが、残りは、戦時輸送のため営業用として復活し、9582が浜頓別、浜とんべ9583が、おしゃまんべ、9584が、なよろ、9585万9590がお、おといねっぷ、9586が、わっかない、9587が内、ないぼ、9588が、深川、 9589が、ホロノベ、9591がとメモ絵に配置されて、いたが、実際のところは当期に、雪かき者を推進するのが主たる用途であったとされる。1949年、昭和24年3月までに全車が廃車となったが、民間へ払い下げられたもの、保存されたものはない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。